デュオミュージックエクステンジチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ということで、4回にわたってオーガナイズしてきた東京シティコネクション TCC が終わりました。寂しいけど、ありがとうございました。4回全部デュオさんにお世話になりました。今日はグッバイエイプリルのみんなとウエボさんとのライブでしたけど、はい、皆さんどうでしたか？楽しかったです。楽しかった、ね。いかがでしたか、ユーロくん？いやー、なんかその各回を経るごとにサウンドがどんどん進化していくのか。最近進化しか言わないです。進化のユーロです。本当になんかこのユーロっていう空間と一緒にすごく成長させていただいたなというような気持ちがあります。はい。やりました。真面目な方のやつね。いったね、いいライブでした ね、本当にね。デュオでいろんな化学反応を起こさせてもらいました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、本日いただいたトークテーマが、はい、最近のブームということなんですけど、みんな なんかそれぞれありそうだから、一人ずつじゃあ眉から名前言ってブーム言って、ブーム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 、ライブの後でテンションがバグが起きてる。もう帰るだけだはい、まゆです。最近のブームは水を1日2リットル必ず飲むことです。すごい。できてる。あんまり、あ、そう、最近できてて、はい、2リットル入る器のなんか蓋をなくされたんでしょ。なんか毎日1日2リットル飲むとすごい健康的にいいっていう話をよく聞くじゃないですか。で、私よくなんか水をあんまり飲まなすぎてやることに集中しちゃってると息切れとかしちゃってる時とかあるんですよ。すごい。そんなに気づかないんですよ。脱水症状。マジでちょっとつまんで、すごい疲れてて、で、あ、水飲もうって気づくみたいな感じだったから、1日2リットル飲むのがすごいいいんじゃないかと思って、ボトルで時間単位に1時間ずつ水を飲んでいきましょうみたいなボトルがあったので、それも買いました。それを買ったらめちゃめちゃ続けられてます。はい。あ、バラッチです。園芸系の YouTube チャンネルをぼーっと見てます。園芸系。おじいちゃん、苔生えてきそうや。いや、なんか家で、バジルとか育てたいなと思って、なんか、どうやったら育てたらいいかなと思って、なんか YouTube で育て方があるかなと思って見たら、普通にトマトとか大根とか、なんか、めちゃくちゃ有益な情報言ってるチャンネルがちょこちょこあって、こんなん知らないなって。やらないのにそれを見て。やらないのに、ね。いつかやる。バラチです。やればいい。じゃあ、バラチ。ケイジです。最近ブームは僕ずっとゲームしかやってないんであれなんですけど。最近やれてる。最近全然やれてなくて、でももうすぐね、新しいシーズンが始まって、新しいシーズンがある。そうなんです。新しいシーズンがあって、そう、ランクを、そのシーズンごとにこうランクを上げていくんで、ちょっと今、ランク、もうすぐね、シーズンが終わっちゃうんで、ちょっとやんなきゃいけないんですけど、ブーム、最近遠征が多いので、遠征先で美味しいお酒を飲むのが結構楽しいですね。みんなでね、そうですね。そうですね。打ち上げしに行ってるくらいまであります。そうそうそう。打ち上げのついでにライブしてます。はい。逆、はい、逆。はい、じゃなかった。ダメです。はい、みかこです。ミカコは、タイムマシン3号さんの YouTube チャンネルにめちゃくちゃ今ハマってて、すごい可愛らしいんですよ。山本さんと関さんっていう二人でやられてるんですけど、もう二十何年やられて、二十何年のその仲の良さが染み出ちゃってて、なんか新店舗ハンターって言って、その SNS で新店舗が、新しい店舗。そう、新しい店舗、新しく始まる日の一番最初の、例えばケンタッキーだったら、一番最初の油で揚げられたケンタッキーフライドチキンを食べに行くぞって言って、もうめちゃくちゃ朝早い時間に起きて、2時間並んで、それを食べるっていうのをやってたりとか、ね。そういうのしたいなと思った。結構面白い。あ、本当、うん、気になる。大学に行った時に、図書館にスタバができて、うん、それの一番最初に、行ける、なんかその、開店の時間の、ほんとちょっと前に通ったのに、完全に忘れてた。うわぁ、第1号のお客様になりそうだったのに。なれそうだったのに、
一豆目だったかもしれない。一豆目だったかもしれない。でも、なんとなくその気持ちは。面白い、そう、結構ね。あと、企画力がすごいあって。あれ、作家さんいないんだよね。そう、作家さんいないの。本当にお二人とカメラマンさんで撮ってるんだけど、めちゃくちゃ面白いからおすすめです、おすすめです、皆さん。ちょっと回し物でも何でもないんですけど、それがブームで。これも YouTube の方ですね。あ、そうなんです。検索しやすい。見てみてください。はい。続いて、はい、レイです。私のブームは、9月末に、うん、コーギーの子犬が我が家に、来まして、その子犬と遊ぶことがブームです。うん、なんか、まだ生後4ヶ月なんですけど、家に来る直前は 6.5 キロだったのが、今は8キロ強ございまして、まだね、3週間ぐらいしかいないんだけど、そのままどんどん大きくなればいいのになって思ってます。で、でした。はい。じゃあ最後。はい。名前ね、名前。あ、はい。僕の名前、ユーロって言うんですけど、はい。最近は歩くときの重心移動について考えてます。どういうこと普通に気になるんだけど。もうね、なんかどうしてももう一歩踏み出せないときってのがあるの。だけど、精神的な話。人生そんなに思い詰めてないよ、大丈夫。あのね、こうちょっと倒れるだけで、ね、足が一歩出ない。それをこう繰り返していくと、ここになるっていう。あはい、それだけです。いや、でも、当たり前。全然最近ループ乗ってるじゃん、なんかあるから。そう、それね、最近もずっとこうやってるじゃん。そう、踏み出したもんね。なくした。その最初の踏み出しでしょ、だから。この、全然言えば。そうか。まあでも、その、より一歩を感じられるようになりました、逆に。なるほどね。人生にも言えることなのかな。そうですね。はい。受信度大事だ。はい。ありがとうございます。そんな、なぎれんでした。はい。なぎれんは10月の26日に、新しいアルバム、せーの、待ってこれめっちゃ良くないをリリースします。はい、ゴスペラーズの黒沢カオルさんとの共作は、フィジカル版にありますので、ぜひそちらも全部チェックしてみてください。デラックスエディション、ね。そう、デラックスエディションになってます。CD ですか。はい。そして、11月には透明版ツアーを開催します。はい、こちらは、18日に大阪梅田シャングリラ、19日名古屋エルフィッツオール、そして27いいツナの日に代官山ユニットでツアーファイナルを開催する予定です。はい、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。待ってます。それでは以上、なぎれんでした。バイバーイ。